比例勢ですね。まず簡単なものからいきますね。企業です。例によって1万社の企業が存在しますが企業は前回のモデルと全く一緒です。アウトプット Y がキャピタルとレイバー資本と労働の投入量の関数として 決ままってきます。ちょっと前回はこの Z はこの F に含めなかったかもしれませんが同じですね Y はこのコブダグラス型で決まるというふうに仮定します L の方があすいません L じゃないですね L はレジャーで使うから N ですねはい労働投入量で K の方はキャピタル資本ですでここで前回と同じ仮定 オウン・ド・キャピタルそのファームがすでに保有しているキャピタルという過程を置きますこの過程によってわざわざ企業はその資本の量を最適に決めるということをしなくて済むのでちょっと式がね1本減るということになっていますがこれによっていろんな賃金とか産出量が変わってくるということは実はありません単純化の過程だと思ってくださいでもうほとんど復習になってしまいますが 企業の利潤、引いては配当ということになりますが、これは利潤最大化の解ですね。利潤は売上げマイナスコスト。コストは労働のコストだけです。はい、W、小文字の W はウェイジです。賃金、 でこれを最大化するように n を選んでやると労働投入量を選んでやると。ということで全く一緒なのでさっといきますね、えー。微分してイコール0と置きますと1マイナスアルファ ×zk のアルファ乗 n のマイナスアルファ乗マイナス w イコール0と。 いうののが理順最大化の1回条件です。もちろんこれは何に関して微分しているかというと N ですね。With respect to N ということになります。えっ、ー、と、価格はね、財の価格は1というふうに基準化しております。さあ次、消費者です。消費者はちょっと変えますね。消費者は、効用最大化するんですけれども、 この公用関数が前回は消費の量と余科レイジャーの量に依存するっていう話だったんですけども今日はですねそれに加えてこの公共サービス一人当たりの公共サービスの量によっても決まってくるという過程を置きます、まあ、税金前回は集めっぱなしでね政府が何、えー、かに使っちゃうっていう。 仮定をしたんですけれども、今日はまあ政府が、ね、公共財を、公共サービスをこう提供するということで、これどれぐらいたくさん供給するのがいいのかなということを分析できるモデルにしております。ということで G は公共サービス、えー、1人当たりですね、け、はい、1個当たりの公共サービスの量ということになります。えー この授業では単純化のために足し算的に分離できる工業関数を考えますはいそしていつもと同じように小文字の U はべき乗型を使っていきます微分は x のマイナスガンマ乗です制約式は subject to 消費税の価格は1ですね1ドルなので支出は ここがちょっと変わってきます。今回は、労働収入は、もともと H 時間持っているという、H は前回と同じ、各ハウスホールドが持っている時間ですね。で、時間を持っているうちの、L っていうのをレジャーとして使ってしまうので、H、H-L が、これが労働時間ということになります。で、それに賃金をかけたものが、 労働所得なんですけれども、今回はですねこの労働収入に比例税がかかるという過程にします。なので、ままるまる労働者に入ってくるわけじゃなくて、これに1かける T をかけたもの、これが税引き後の労働所得ということになります。この小文字の T が税率です。 プラスデディビデンですね、例によって企業が1ミリオン、家計も1ミリオン存在するという過程にして、各家計はその企業のですね、株を持っているということにして、企業の利潤が入ってくる、配当として、まあ、配当も利潤も、このモデルでは一緒ですが、それが収入として入ってくる、でそれにはま税金はかからないということにしたいと思います。 1>, 1は消費税の価格ですでこれの最大化なんですけどもこれ何について最大化するかっていうともちろん消費量を決めるんですよそれから余暇をどれぐらいね使おうかなひ、まあ、いては何時間働こうかなって裏を返せば何時間働こうかなってことですけども余暇の消費量も決めるで気をつけてほしいのはここでなんかね G もね 公用関数に入ってるから G も選ぶのかなって思うかもしれないけどもこれは選びません選びません G はもう本当にその政府がですねみんなから税金集めてで集まった税金を税金で、まあ、学校を作ったり、えー、病院を作ったり図書館を作ったり公園を作ったり道路を作ったりっていうことで G に関しては全員当分して ね、たくさん税金払った人にはたくさん、えー、図書館使ってよろしいとかもうそういうことはなくてもうみんなに当分して公共サービスが提供されるというふうな仮定にします。なのでもうこの G に関してはパブリックサービスの量に関しては各家計はもう何のもう決める選択権はなくもう与えられたものを使うだけということなのでこの G は,選びません G は選びません。ということで C と L だけを選んでやるという仮定です。 だからちょっと前回のモデルと違うのは人々の雇用がこの公共サービスの量にも依存するただしその公共サービスは個人が選ぶものではなくもう与えられるもう甘んじて受け入れるものだということですねあとははい税金の入り方が前回と違います前回は人当税みたいな感じで1人いくらいくらってね取られたんですけども今回は税率があって労働収入のうちの とという税税率分だけ税金として取られるとつまりたくさん働いた人ほど税金をたくさん払わなければいけないというモデルになっています。はい、前回同様ちょうどですね C と L を選びますので C と L の項だけ左辺に移行して右辺に それ以外の項を集めていいきたいと思いますでこの右辺はですね大文字の W とでも置いて、はい、これが税引き後の「目いっぱい働いた時の目いっぱい働いたとしたら得られるであろう貸し分所得潜在的な富」という解釈になります。 本当はね、前も言いましたが、こういう生産者がいますよ、こういう消費者がいますよって登場人物を全部言ってから、全部、えー、設定を話し終わった後で、えー、じゃあ一回条件をね、企業の一回条件、消費者の一回条件を求めましょうっていう順序が正しいんですが、今回も先に一回条件を求めてし,たしまいたいと思います。はい。ラグランジアンが。 まずは、目的関数、プラス、ラグランジュ乗数かける、大文字のダブル、今定義した、ウェルスですね。はい。えー、制約条件をかけます。いいですよね。この右辺引く左辺をここに持ってきました。で、これを微分していきます。 消費財、どれぐらい消費しようかなということで、消費財に関する微分が、a 1かける c のマイナスガンマ乗マイナスラムダ。これは前回のモデルと変わらないですね。L で微分した場合の1回条件がちょっと微妙に変わってきます。a 2かけることの l のマイナスガンマ乗引く、ラムダ、ウェイジ、 ウェイジそのものじゃないんですね。ここに1マイナス税率というのがかかってきます。いいですよね。L で微分すると、この部分が残りますので1、1マイナス t がここに現れます。これがイコール0ということになります。ここの部分は、今ね、足し算的に分けられる公用関数を考えていますので、消費財に関する公、 余暇、レイジャー、ね、時間に関する項それから公共財に関する項というこの3つの項がそれぞれ足し算的に分かれている公用感想を今考えていますのでこの G の項があることはこれは人々のチョイス C とか L のチョイスに影響を与えないというモデルになっています。これはこのそういう公用感想を選んだからだというふうに理解してください。 はい、アディティブセパラビリティのせいでですねこの G の項が加わっても消費者のチョイス C と L ですねこれは影響を受けないとよろしいでしょうかさあ次は政府です えっと政府はですね、今度は税金を課すんですけれども、それが比例税ということですね。労働収入に対して比例税を課して、その税率は t ということです。TaxRateT。当然、t は。 0と1の間ということになります。で、その税金を使って公共財、公共サービスを提供すると。まあ、パブリックグッズ、パブリックサービスでもいいですが。はい。で、これは一人当たりですね。全員平等に分けると。1ミリオン100万人の 消費者家計があるといるということで当分してですね一人当たり G という公共サービスを提供するでこの時に均衡財政をですねちょっと仮定しますはい2年生の時ならマクロ経済学の,あの45度線のモデルとかだと必ずしもね均衡財政って成立してなくて 勝手に税金減らしてであのガンガン政府支出を増やすということがまあ認められたりするんですけれども、まあ、それを裏を返せば多分ね国債とかすって国が借金をしているということになると思うんですが今日は借金はなし税収と支出が等しいという仮定をしたいと思います。税収は、これが人々の労働所得です。ね。 労働時間かける賃金の労働所得に税収はそれに税率 t をかけたものこれが税収ということになりますもちろんね100万人いますからかける100万したものが税収ですねで支出の方は1人当たり g という公共サービスを提供するということで g がもちろんこれに100万かけたものが支出の総額ということで これが等しいと。等しいというバランスバジェット均衡財政の過程を置きます。左辺が税収、右辺が支出です。はい。で、登場人物の話は全部終わりましたので、次に19均衡条件ですね。マーケットクリアリング。